バリバリの麺とキャベツの千切りなどを和えることで野菜がたくさん食べられるパリパリ無限キャベツのもとに味噌カツ風味が登場。今日、河村名古屋市長が試食しました。これは名古屋飯文化をより広く知ってもらいたいと東洋水産が開発したもので、味噌カツをイメージした甘くて濃い味わいが特徴だということです。商品は先月末から全国販売されています。